俺とキリカは幼馴染だ。親が仲いいせいで許嫁になったけど、俺はもともとキリカのことが好きだった。年が経つにつれてキリカは大きく成長した。鬼族の中でもかなりすごい成長期だった。そしていつの間にかこうなった。ねえ、ジロジロ見ないでくれる？気持ち悪いから。気持ち悪い？本当に冷血動物かい？熱々だ。魔界アカデミー、ここは唯一魔物と人間の共存が許される学園だ。背深くてかっこいい。好きだよ。君だったらモフモフしていいんだぜ。みんないつも通りイチャイチャが激しいな。よし、今日はもう一度誘ってみるか。なあキリカ、今日はさ、一緒に手をつないでみない？はあ？ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。だって言い名付けだし、学校のみんなも知ってるし、カップルらしいことをしないと逆に変じゃない？なんて。わかった、ちょっとだけならいいよ。え？本当に手つないでいい？だからちょっとだけだっつーの。学校に着くまで変なことしたら殴るからな。いいよそれで。じゃあ。オメガのキリカだろ。待ってたぜ。俺ダルマっていうぞ。おめえのこといろいろ聞いちまったけどよ、学校一強えやつなんだってな。だったら俺と勝負だ。つうかなんだこいつは。噂は本当だったのか。おめえマジで人間の燃やし野郎と付き合ってんだ。笑わすな、腹が裂けるぜ。おめえを一度ぶっ倒すからよ。こいつなんかより俺と付き合おうぜ。台無しに。いいところだったのに、てめえが台無しにしたっつってんだよこの野郎。ビリー、こっち来て。え？ほら、手をつなぐって話だったでしょ。おい、ジロジロ見んなよ、こら見せもんじゃねえぞ。